よし。はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっと前に扱ったっけな、はい、扱ってないか、はい、YOSHIKIさん X JAPAN の初めてちゃいます？Xのヒデさんをやったんかな、トシさんヒデさんやったんやけどな、ヒデさんトシさんやって、YOSHIKIさんは初めて違いますね、うちではね。YOSHIKIさんについてちょっとやっていこうかなと思うんですけども、やっていくからっていうか、僕は普通に単純に感動したなっていうのはそういう動画がありましてですね、ABEX の松浦会長っているじゃないですか。ああ、いらっしゃいますね。でそこの動画の中で YOSHIKI さんとコラボしてピアノを弾く瞬間があるんですよ。ほう、まあ贅沢なんですけど、これYouTube でタダで見れるのが。ピアノの弾く瞬間の動画があって、「Forever Love」をピアノで弾かれてるんですけども、僕 YOSHIKI さんのピアノってなんでこんなに弾かれるんやろうなと思うんですよ。心がめちゃ動くんですよ。はい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 、うん、俺なんか一回酒飲みながら聴いて泣いたことあったで。マジっすか？このピアノで。マジっすか？いつやったか忘れたけど、めったに泣かへんこうさんが。うん、ほえで、なんとうちのツイッター、はい、YOSHIKI さんにフォローされてますからね。あれ結構前ですけどね。ほんまですね。なんでやろうって話ですね。なんでやろうと言いながらなんかうちのツイッターが YOSHIKI さんにフォローされてるっていう変な現象が起きてるんですけど、まあもう何年も前の話ですけど。でピアノに今度クローズアップ、今までって僕ら結構歌を言うことはあったんですけど、まあそうですね、ピアノにちょっとほう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 、うん、歌の入ってないピアノでもこんだけ感動できるんやなっていうのをちょっと聞いてみようと、これ松浦さんの動画なんでまた概要欄貼っときますんで、はい、見ていただければと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。うんね、松浦会長飲みすぎですからね、ご一緒ね。服がもうルイ・ヴィトンっていう服着てますね。あれ持ってんだい。ルイ・ヴィトンっていうトレーナー着てます。セブマサオエン昔の金持ってんだい。急に思い出したね。わかんないね、構造がね。楽天カードYOSHIKIさんのデザインね。僕の曲いきます。多分みんな知ってる。すごないこのタッチ感。音の波の作り方がすごいっすね、うん、この方ね。これ泣かせるピアノよ。でしかも曲ええしな、この「Forever Love」って超いい曲やね。まあなんか美しい、まあ、ラストライブの時にもねこれやりましたけどね「Forever Love」って、うん、これすごいオクターブでやるって。こっからサビですよ。サビやねんけど憎い。これはやばい。これサビのこのねメロディーが綺麗やから他の乗せん方がええって言うんです。ああ知ってる。いやー知ってる。ええな。うわ憎いな。音数少なくするの。そうね。ほんで今から行きますせーいうやつや。会長踊ってんのがちょっと。邪魔ですけどでもそうなっちゃいますよ。酔ってたらなるような。でもこれね、もう良すぎんね。うわーごっついなやっぱあーここの音数よ。サメロだった。YOSHIKI さんって、はい、ということで何がすごいの、音の作り方もそうですけども、このピアノの音だけで情景を全部再現できるのがすごいですね。これね、だからダイナミックレンジがすごいんですよ、指のね、指のその少ない力と強い力の言った差がすごい大きい方なんですよ。だから広い表現ができるんですよね。いやでもこれね、もともとこの方クラシックピアノ習ってたじゃないですか、あれピアノの難しいところって楽譜の譜面通りに弾かなきゃいけないのが原則なんですけど、解釈の仕方によって弾き方ってかなり変わってくるんですよ。でテンポも一応決められてはいるんですけど、こういう解釈の時はこの若干ずらすテンポでいこうとかっていうのが絶妙な、なんかその調整とかがあるんで、これクラシックピアノやってる人間だからこそできる表現な部分だと思うんですよ。これ結構だからリズムも途中かなり変動ありますから、はい、変動あるね。それで感情の揺らぎだったりとか、多分ご自身が情景を描きながらこれ弾いてらっしゃると思うんですよ。でそれをもういわゆる前もコウさん言ったテレパシーで聞いてる人に全員に送って、勝手に再生されるっていうやつですよね。だからこれ、ね、逆に言うと歌よりも伝えるの難しいですから、ピアノだけでやるの、言葉がないんで、すごいことされてますよね、この方ね。なんか私の中では本当になんかなんかすごい静かな湖と、なんかその流れが急にわーって起こるなんか小川の感じで、しかもそれ超澄んでるんですよ。ほんでなんかもう背景っていうか そこら辺がキラ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 なんかねしてて、早朝ですね、私のイメージではめっちゃ綺麗とか思って、それもあるし人生の山あり谷ありかなとも僕は思いましたね。やっぱりこの X ジャパンっていろんな人生やったじゃないですか。それに山もあったり谷もあったりっていうのをずっと繰り返してこうやってきて、でそれをこの曲で表現してるのもあるし、いやでも確かにそれはあるかもしれないですね。ただこのサビで音を抜くってもうこれすごないかって、なんか盛り上がってとりあえず一旦静まるっていうところでもうなぎの状態じゃないですか。風もないっていうなぎみたいな、こういうふうに持ってくるの私日本人的感覚だなって思います。静寂の中の美しさみたいな、でもすごい波を大事にされてるなと思って、音の波の作り方がすごいですね。一曲に対してそのいろんな波がこう上下するっていうのをYOSHIKIさんってピアノ弾く時はやられるんですけども、それがすごいできてるなと僕は思いますね。なんかそのこれも歌と一緒だけど、やりすぎるとくどいですよ、ピアノって。やりすぎるとどこの辺でこう押さえておくかっていう、その塩梅というかが本当になんか全部がど真ん中なんですよね、選んでる音、テンポといい、すごい。これがだってロックバンドのピアノ弾きですからね。勝てるわけないやん、こんな繊細なピアノなんか弾けるわけないやん、性格超出てるなと思って、細かーと思って、だからピアノだけでこの方コンサートできるんだなって思いました。だってピアノだけでコンサートする言うたらまあまあなもんですから、だってピアニストですよ、言ったらそれって。うわ、なんかでもこれをやりつつドラムをやるし、ちょこっとギター弾いてる映像もありましたけどね。そうなんですね。ヒデさんのギターを担いでやってましたね。はい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 。多彩やなと、そういう意味では。でもね、私なんか何だったっけな、多分 NHK の番組なんですけれども、なんかその一流の人と一流の人が対談して質問し合うっていう番組があるんですけど、YOSHIKIさんやっぱりね、いまだになんかいろいろ心の傷を抱えながらなんか生きてらっしゃるっていうのがインタビューの中ですごくこう読み取れて、ずっと僕は傷ついたまんまでこれは治ることがないっていうふうにおっしゃってたんで、なんかこういろんなことと向き合いながらでも死ぬことも考えることもあるっていうふうにおっしゃってたんで、言ってましたね、どっかで。なんかずっとその死との戦いを続けているんだっていうふうにおっしゃってて。なんか抱えてるものの大きさに私なんかこう勝手にテレビ画面通して押しつぶされそうになるっていうね、グーって胸詰まって、なんかそれが全部音に出てるんだろうなっていうふうな、だからこの方の死生観もちょっと出てるような気しますよね、この音からね。やっぱりそれぐらい繊細というか、な方でないとこのピアノはやっぱ弾けない。弾けないですわ。こんな細かくね。これ別に僕がピアノ弾きでもなんでもないですけど、これもう聞いただけでさ、この音の作り方とかさ、表現の仕方とか、もう理屈じゃないところまでいってるから。ああすごい方やなと思いながら、でこのピアノは俺ダメなんですよ。まあ今大丈夫ですけど、お酒飲んだらあかんね。あかんやつですね。お酒飲んで BGM このピアノやったらもうあかん。もう鑑賞に浸りまくってますね。もうなんかもうすごい、なんでしょう、俺は今何やってるんだろうみたいな。でもいろんな人の心をなんて言うんですかね、えぐるではないんですけど、すごい揺さぶられますよね。ぐわーってね。本当にこれはすごいな思いました僕ほんま。いや、そら世界的なピアニストになりますよね。この世界でもやっぱりこう評価されてる方じゃないですか、YOSHIKIさんってね。そう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 。理由がはっきりと今日分かりました。分かりました。あえてでもそうでしょ。ピアノをこうがっつり聴くことってあんま機会がないから。で今回その映像たまたまこの松浦さんの動画を見つけたんで、あこれやったらYouTube にも貼れるし、みんな見ていただけるかなと思ってこれをネタにしたんですけど、まあテレビでも若干はやってましたけどね。若干がやって、やっぱりそのスタジオにいるその芸能人さんとかはやっぱりもうみんな心奪われてましたね、このピアノ。すごいわと思って。こうさらっとやられるのがすごいです。なんかきっちりそういうステージで構えてやるではなくて、対談のちょっとした一節でやってますっていうレベルではないですよ。これはすごいな。それでもこんだけできるんだから、これはすごいなと思いました。ね。はい。いやだからね、X も本当は聞きたいんですけどね。今ちょっとあれなんで、YOSHIKIさんのピアノですけども。はい。またまあでもドラムはちょっと難しいんかな、やっぱな、ちょっと負担がかかるもんね。お体の負担的に、ね、ドラムってね、やっぱ年齢がやっぱちょっと制限あるんでね、ああいう速いテンポやろう思ったら、本当に体酷使してやってらしてましたもんね。手術も2回何回もやってる。手首もそうだし、首もそうやし、結局ね手首もやってますからね。あんな首振ってやってたら、そらあのね、加減知らないっていうか、ここちょっと抑えよっていうのができない方なんですよ。常に全力でやってしまう方なんで、だからね、気絶もしたりとかね。あでも20何年か前、アルフィーの高見沢さんとか対談してましたよ、なんかテレビで。あそうなんですか。どっか映像あるんかな、なんか見ましたよ僕。へえ、なんかそういうのもありましたね、だいぶ昔ですけど。でもそれってXジャパンで演奏するときどんな感じみたいな。いやもうほぼ覚えてない内容。あでも曲の作り方とかちゃうかな。そうなんですね。へえ。あでもまあ両方とも作曲やってますから。確かにそんなんもあったりとかで、意外といろんな方とね、交流もされてるのがYOSHIKIさんなんでね。言うたら Xジャパンの営業部隊ですからYOSHIKIさんって。いろんなことやりつつ、そのプロデューサーみたいなこともやりつつ、営業も自分ですやるわけじゃないですか。なんだかんだでバラエティーちょいちょい出ますもんね。で X がだから、そのデビューするにはこれが必要だって言って、元気が出るテレビの八代食堂でやったあれって本来ミュージシャンやりたがらないんですよ。でもYOSHIKIさんはそれよりも何よりも出ることが大事だって考えて、八代食堂を結婚したわけですよ。大成功ですよね。でそれで注目を集めて、でなんや X ってなんやって言って、みんな見に行ったりとか聞いたりして、あちゃんとこんなにバンドやってんねやっていうのでファンになった人も多いかなって思います。出ることって大事ですよね。確かに。でもそこにもう当時からそうやって目をつけてたって、やっぱ頭いいですね。話されてるも節々からもすごくなんかこうスマートな方だなっていうのはもう見てて、飲んだらすごいらしいですけど、ホテルが出入り禁止になるとかようあった話ですからね。マジっすか。むちゃくちゃやって、まあ普段こう抑えてる分ね。今はでももう大人なんでそんなんですけど、若い時はそういうあったらしいですよ。いろいろもう伝説の暴れん坊みたいな。さすが。はい、そんな感じで今回YOSHIKIさんのね「Forever Love」のピアノ演奏ね、見てみました。これまた概要欄貼ってますんで、その時間に合わせて貼っときますわ。OK です。はい。なんですぐ見れるようにしておきます。はい。ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい。皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。はい、来年2023年2月4日土曜日、なんと我々ルームさんが東京銀座でワンマンライブをすることになりました。はい、チケット発売中ですので、よろしくお願いしますということで、いやあんな弾き方したい、高さん無理や思います。あれね、ちっちゃい音を出すのって意外と指にパワーがないと無理なんですよ。難しいですね。制御しながらやらなきゃいけないんで、あれボリュームないんでね、自分の指で全部調節なんで、ピアノってだって弦ハンマーで叩いてるだけだからさ。そうですよ。なんかそのこのハンマーの当てるタッチとかもコントロールしなきゃいけないんで、力の入れ方と速度と、だからいろんな要素があるんですよ。力と速度と、もうピアノって難しいんですよ。だからもうなんていうんですかね、強弱遅く早くってやってたらほんま下手くそなんで、私がだからちっちゃい時に習ってたからこそその難しさって分かるんですよ。ど下手くそ思いながら。なんか復活したらええね。タン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 。いやいやいや、もうピアノはね、ピアノはもう私もトラウマなんですよ。もう教わった先生からすごい叩かれて、もうやりたくなくて、もう見るだけでもちょっと気分悪くなるんですよね、ピアノが。まあ弾けたら気持ちいいなと思いますけど。気持ちやろな、あんだけ弾けたらな。でももうピアノはちょっとって感じですね。いやー、でもあれもね、もうグランドピアノいいな。やっぱ音ええもんね、グランドの方はね。グランドピアノは音が本当綺麗でね。今ほんでライブってさ、ほとんど電子ピアノじゃん。そうなんかなっていう。まあまあ確かにあんなでかいの置けへんけど、高いですしね。高いし、グランドピアノは調律だるいし、調律結構頻繁にせんと実はあかんからね。ちょっと狂いますもんね、ああいうのって。だってこうやって気候が変わったりしたらもう全然弦が伸びたり縮んだりするんで、そうそうそう。で同じ音に弦が複数張ってあるから、あとそのバランス、あれ実は調律全く一緒にしないですからね。あ、そうなんですね。ちょっと波をつけたりするんです。ちょっとそのコーラス効果って言って、ちょっと音に厚みをつけるためにわざとちょっとだけずらす時があるんですね。ピアノの調律ってめっちゃ難しいですよ。ほんまシビアですね。でその個体によって個性って必ずあるんで、同じようなやり方してもダメですし、弾く人のその目的とかにもよって合わせるんでしょ、ああいうのって。なんかセンサー万別すぎてわけわからんって絶対なりますよね。怖いわ。ようわからんけど。一回なんかその小説を読んだことがあるんですよ。ピアノの調律師の話をね。調律師ってすげえなとか思って、その小説を読んで。村下幸三さんもね、そうですから。ね。ピアノの調律する人はやっぱり繊細っていうか、あと根気なかったら無理ですね。あれ根気いる仕事なんでね、ピアノの調律するだけで時間かかるじゃないですか。どんだけ触らなあかんねんっていうぐらい数あるからね。いっぱいありますもん。このネジのこれ見ただけでも、私アップライトのピアノなんですけど、それだけでうわ気持ち悪いとか思いましたもん。これ全部いちいちネジをこんなんしながらやっとったんで、ね、今でもあるんかな。でもピアノで自動で調律してくれるやつ。そんなんあるんですか。だってあれ AI でいけるでしょ、ある程度は。マジっすか。細かいニュアンスは人間が出さなあかんけど、ある程度この周波数でやったらピッてやったら、だって今ギターもあるもん、ギブソンのギターでさ、ピッて押したらチューニングウヨンヨンヨンって勝手に回るやつあんねん。恐ろしい。あんねんあんねん。へえ、すごっ。あ、これ欲しいなと思ってめっちゃ楽やんとか思いながら。まあなんかね、一曲終わるごとにピッてやってね、ピッてやったら全部がウヨン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 やって。まあでもそれも味気ないもんかなと。まあ人間の耳でやるのが一番や思いますけどね、何事も。ということで、お仕事でございました。ありがとうございます。言い始めた僕たちは寒い